日本中や銀行はかつて存在した日本の会社である。浅野財閥の基幹銀行だったが、第一次世界大戦の戦後強行で経営難になり、安田財閥に譲渡された。広沢金次郎1898年に神奈川県足柄下郡吉浜村に吉浜銀行が設立され、小田原支店と湯河原出張所の2店舗だけで営業していたが、 経営不振で1913年3月に店舗と業務を駿河銀行に譲渡し、銀行そのものは声優派の市会議員、坂井康氏に譲渡されて東京に移転して京橋区南大工町に本社を置いて日東銀行に改称した。しかし、同年5月に坂井は日東銀行を当時上等電気機動常務だった橋本梅太郎に譲渡した。 当時日東事件があり、日東のイメージが悪かったので、橋本梅太郎は、日東銀行を第五銀行に解消して、上東電気機動社長の広沢金次郎白爵を、東取に据えて、資本金10万円で開業し、自らは、専務取締役になり、経営に当たったが、当時総統州幹寿石川祖道氏が鶴見に、総辞事を混流する最中だったので、巨額を融資して、 その見返りに日本全国の段階に第5銀行への預金を奨励してもらい、銀行員が総に同行して預金を集めた。こうして第5銀行は総時時の基幹銀行になった。さらに上東電気機動沿線の町長、村長、有力者を代理店にして預金を集めた。1913年6月に浅野康史二郎が取締役に就任し、 1914年8月には、東道太蔵が支配人になった。浅野総一郎業績が悪かったため、1915年に橋本梅太郎が浅野総一郎に援助を要請して、同年4月に浅野総一郎が取締役に就任した。1916年4月に資本金を100万円に増資して浅野総一郎が経営権を握ると、5月には、 朝野の娘婿の白石元次郎が、頭取に就任して、日本中夜銀行に解消し、午前9時から午後8時の中夜営業を開始し、日本最初の中夜営業の普通銀行になった。1917年9月には、さらに資本金を500万円に増資したが、その年末には、預金が1065万円余りなのに、貸出金が1515 15万円余りになり、 貸出高が、預金口を超えるオーバーローンとなったために、借入金や、財割引きなどで二百七十五万円を計上した。九百十八年三月には、朝野中屋銀行に解消して、本店を、日本橋区通り一丁目に移転したが、同年七月の朝野財閥の持ち株比率は八八十パーセントだった。九百二十年には、さらに資本金を一千万円に増資して二月に、 朝野総一郎が頭取に就任したが、この頃が銀行の利益のピークだった。一時大戦が終わったせいで、同年3月に反動強行が起きて、預金が2000万円から1210万円に減少し、保有する有価証券が暴落し、貸付金が不良債権になり、朝野財閥の障害者への救済融資が増加して固定化し、 銀行の資金も枯渇して経営が急迫した。同年に赤坂、亀戸、浅草、神田、芝西店を開設して、預金を増やしたが、12月に銀行強行に巻き込まれて、小規模な取付騒ぎにあったので、安田銀行から300万円の資金援助を受けた。第一次世界大戦中の後継期の時期に、浅野財閥各社は高収益を上げたのだが、それより、 大きな資金を、浅野総一郎は、会社新設や買収に費やした。すなわち、沖電機、東京湾埋め立て、浅野中屋貯蓄銀行、浅野中屋銀行、浅野スレート、大日本工業、浅野造船所、大島製鋼所、富士製鋼、浅野物産、浅野同族、浅野小倉製鋼、関東水力電機、神奈川コークス、小川水力電機、北秋木材、 鶴見木工、日本鋳造、新越木材、日本カーリット、京浜運が、内外石油の合計22社である。浅野中野銀行が、このように、大規模な事業拡張資金の需要を満たすことは、本来は、不可能だが、浅野総一郎は、銀行の経営状態などお構いなしに、ただひたすら事業を拡大した。安田善二郎1921年5月に、 安田善次郎が浅野中野銀行を引き取ると約束して、同年9月19日と20日に、安田財閥の斎藤誠たちに、日本中野銀行本店を調査させてから調印の日取りを決めたが、その9月29日の調印の前日に、安田善次郎が暗殺されたので、白紙に戻った。そこで、浅野財閥は、独力で銀行経営を改善するために、同年中に、 大阪支店、京都市店、大梅出張所を設置して、預金を約200万円も増やすが、貸付金はそれ以上に増加して、借入金、コールマネー、再割引手形の合計額が増加した。この頃に、浅野中屋銀行は、破綻寸前だったが、浅野同族会社や浅野財閥全体も苦境にあったので、浅野総一郎は銀行より、浅野同族の資金繰りを優先して、 橋本梅太郎と金子清太を浅野中野銀行に送り込んだが、長島二郎専務は銀行を守ろうとして、浅野総一郎には秘密にして、常に50万円ぐらいの準備金を用意していた。1922年5月8日に、浅野造船所が不況のせいで解雇する職工1600人以上に約46万6000円を支払うことになったが、 それが新聞で詳しく報道されたために、浅野中野銀行で取り付け騒ぎが起きて預金が激減し、5月8日に支払う外国金が不足して、浅野中野銀行は危機的状況に陥ったが、かろうじて資金を調達することができた。これがきっかけで、浅野財閥は安田財閥と日本銀行に、浅野中野銀行を徹底的に救済してくれるように懇願した。 当時安田財閥の実権を握っていた結城豊太郎は日銀総裁井上淳之介と協議して経営引き受けを決めた。1922年8月15日に浅野中野銀行は安田財閥参加に入り浅野系取締役は総大臣氏安田善志郎が頭取に安田善霊、斉藤誠長島二郎などが取締役になった。 安田銀行が、朝野中野銀行を買収したのだが、日本中野銀行に再度解消しただけで、吸収合併はしなかった。それは、負債のせいで買収されたという、悪いイメージを避けるためだった。安田の経営陣は、別途、積立金を取り崩し、滞納金の消却を始めて、経営を健全化して行った。また、安田財閥の信用力によって預金口が、 増大し続けて安田財閥一流の経営で朝の時代のボロ銀行が堅実な銀行に生まれ変わった。日本中や銀行は1943年に安田銀行に吸収合併された。その安田銀行は財閥解体で富士銀行に解消した。ありがとうございます。